11枠がこの馬にどう影響するのか、希望通りの展開に持ち込めるでしょうか。ストロングリング。さあ1番人気馬の登場です。実力は誰もが認めるところ、立ってファンの指示に応えたいところです。ゲットイン。あまり人気はありませんが、上位にとっても怖い存在です。その実力を無視するわけにはいきません。ハイキンフェアリー、また一歩影の実力馬が登場、放送を期待したいところです。北斗松島、前走を解消しているこの馬、この舞台でどこまでやれるか注目です。マリーミスワーキー、後位につけマイペースで行けばゴールが見える。メジロリコール、鞍上は芝の騎乗に定評あり、ここは一発を狙っています。アドマイヤビング、人気はそこそこですが、その実力は侮れないものがあります。アラブルニャーグ、黄色の美しい馬体にはこの大舞台こそがふさわしいでしょう。ナイキフィーバー、前走の役にはしましたが、まだ見限られるような馬ではありません。エアビクトリー、逃げ残りを狙いたいところでしょう。変身サイス、いざ G1 の大舞台、陣営の期待も高まります。そして国民、人気はそこそこですが、その実力は侮れないものがあります。ドバイヤリングリードの美しい馬体にはこの大舞台こそがふさわしいでしょう。リーゼングロス、戦争の結果に納得しているはずはありません。この大舞台で返しを図れるエイシンワールド、逃げ馬としては無理な外枠ですが、この馬の逃げっぷりに注目です。スキマリー、こちらは今日の2番人気、時は譲っても勝利を譲る気はありません。ヤマニックゲート、前走での見事な勝利をここにつなげたいところです。エアポジティブ、さあいよいよ発走です。クラシックの第1弾、阪神競馬場に春の訪れを告げる桜花賞です。まだあどけなさの残る乙女たちが栄冠を目指して今年も阪神の坂越えに挑みます。さあ最後は大外枠のエアポジティブ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。今度飛び出したのはゲットイン、エアビクトリー、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくエアビクトリー行きました。続いて前へ行くのはゲットイン、さらにはエイシンソリスト、16番スキマリー、その後ろ少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。前はエイシンソリスト、エアビクトリー、ほとんど差がありません。北斗松島、3番手レッドウィン、いい位置、果たして先頭を捉えるか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はエアビクトリー、エイシンソリスト、その後ろ北斗松島、その後ろエイシンワールド、その後ろエアポジティブ、その後ろアドマイヤビッグ、その後ろヤマニングゲート、その後ろブランデッツキバリー、レッドウィン続いています。その外からはリーゼングロス、内からはアイキフェアリー、その隣からはアラブルニャーグ。4コーナーをカーブして、さあこれからです。エイシンソリスト先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手はヤマニングゲート、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。残り 200m、 エイシンソリスト先頭だ。残り 100m、 ヘッドリング抜けた、ヤマニングゲート追いつかります。ヘッドリング、ヘッドリング、1着、2着にはどうやらアラブルニャーグ。ヘッドリング、 G1 の大舞台で見事1番人気に応えました。